はい、カボス TV ゆうじです。いつもご視聴たくさんのコメントアドバイス本当にありがとうございます。桜が綺麗ですね。今日はですね、またカボス畑に来たんですけど、先日ヘイマサオで春草を綺麗に買ったんですけど、株元ですね、そこを残ってたんで、先日株元警察が来てちょっと逮捕されそうになったんで、今日はですね株元をやっていこうと思います。株元はですね、これですね、ゼノアのバリカルっていうやつなんですけど、去年少しですねご紹介したんですけど、本格的に今年からちょっと使っていこうと思います。昨年ちょっと使っただけなんですけど非常に良かったので、今シーズンこれをフルに使っていこうかなと思ってますので、いろいろ使いながらご紹介できたらいいかなと思って、今日はこのバリカルで株元の方やっていきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。もしよろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。じゃあバリカルご紹介していきましょう。はい、バルカルの方ですけど、こういうやつですね。昨年少しご紹介したんですけど、すごく良かったですね。ゼノアの AGCAM というものですね。ここは類似品あるんですけど、類似のやつは下っ側だけがこうバリカンみたいになるタイプですけど、このゼノアのやつはこの上っ側と下っ側の両方がこうスライドするので、そこが特徴的な感じですね。前回使った時はここの歯に草が引っかかるとかいうことはなかったですね。去年はそんなにも使ってなかったので、今年しっかり使っていこうと思います。でここにこれ視聴者様からもお話あったんですけど、グリスを入れないかんっていう話で、ここがグリスアップの場所ですね。はい、そんな感じです。このアッシーでこれは交換みたいな感じになりますね。底面は、こんな感じですね。スペーサーがついて、はい、こんな感じです。じゃあこれで今日やっていきましょう。こういう株元ですね、アタッチメントがこれぐらいの幅がありますので、これより細い枝とか木は切ってしまいますので、その辺だけちょっと注意ですね。もうこれぐらい木が大きくなってれば全然大丈夫です。じゃあ買っていきますけど、これはですね枯れ払うっていうものではなく、こうもうバリカン方式で買っていくっていうタイプで、これ自体の自重は結構あります。なのでもう置いて使うっていうタイプですね。これも持つと結構重たいですよ。こんなことはもうできないです。だからこうバリカンみたいにスライスしてこう使うっていうイメージですね。はい、こんな感じです。結構いいでしょう。結構使えるんですよね。こんなに綺麗になります。はい、じゃあ続けてやっていきましょう。
はい、こんな感じです。これはね、何より飛散物が少ない、飛散物は少ないですね。そういうのが全然いいですね。あと難点はやっぱりこの重たいっていうのがあるんで、刈るときは地面に置いて刈るんでそんなにはないんですけど、持ち運ぶときがね若干重たいっていうか、まあそれぐらいですね。あとは非常にいいですね。カボスの木も傷めずに株元の草が枯れる、もうこれ本当いいわ。はい、まあそんな感じです。全体的にどんどん進めていきましょう。あっちゅう間に綺麗に仕上がりました。これね、今まで株元はもう結構苦労してて、三角砲とかなんか、あと なんかもう忘れたけど、こうカバー付きの刃が回るやつとかいろいろ試したんやけど、どうもいまいちやったんやけど、このねゼノアのバリカン式アタッチメント AGCAM ってやつ、バリカン、これはねほんといい。で、持ち運びの時にちょっと重いかなっていう感じやけど、刈る時は地面に置いて刈るんで全然大丈夫。詳しいレビューは去年私ね初めて開封した時のレビューしてますんで、またそれリンクしておきますんで、ご視聴ください。まあ、さっさとやっていきましょう。はい、終わりました。これコンクリートのこのキワキワとかもいいでしょうね。ちょっとやってみましょうか。こういうところをやってみましょう。あまり草ないんですけど、ちょっとやってみましょう。
はい、こんな感じで刈れます。飛散物がないですね。バリカン式なので飛散物がなくて、今やったけどうまく刈れますね。はい、じゃあ続いてカボスの苗木の周りやっていきましょう。はい、終わりました。まあもう一箇所あるんですけど、まあそれはまた後でやっていきましょう。今日のカボスの木の周りの草刈りは非常にスムーズでした。こちらを使ってね、これゼノアのバリカン式のアタッチメントです。ここのアッシーでこうセットして使うっていうものですね。ゼノアのバリカン式アタッチメント SGCAM というものですね。バリカル、これを今日使いました。先ほど言ったように良かった点は、まずですね、カボスの木に傷をつけない、誤って切らないっていうところね。ちょっとここの隙間に入る木だといけないですけど、ここに入らない木なら切ることはないです。バリカン式なので、もう一つ飛散物が非常に少ないということです。今日私フェスこのカバーしてなかったんですけど、飛散物はなかったですね。もう一つはコンクリートのキワキワとかいうものは非常にスムーズに切れました。まあ、以前の動画で視聴者様がナイロンコードで株元をやったらどうですかっていうコメントもいただいたんですけど、ナイロンコードはどうしてもね、木をやっぱね傷めるんですよね。皮を剥いでしまうので、皮を剥いでしまうとどうしてもカボスの木は枯れてしまうので、まあナイロンコードがなかなか使えないっていうところで、今までは私三角砲とかね、そういうものを使ってました。あとなんかカバー付きの
こうなんか回るやつ、それもホームセンターで買ってきて使ったんやけど、どうもそれもいまいちで、手作業で三角方だったんだけど結構きつかったですね。でもあのこれは本当良かったです。作業非常にスムーズで早いです。今シーズンはですね、これをもっともっとフルに使って、まあ、いろんな情報を皆様に伝えていけたらいいなというふうに思ってますので、また今後ともよろしくお願いいたします。 SGCAM という商品でした。長い間お付き合いありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。